スレイカ、リベラスレイカヘリス・リベラメンドーサは、ミスコンテスト勝者で、ミスプエルトリコ2006及びミスユニバース2006。身長5フィート9インチ。セレーナス育ちで、3人兄弟の長女。スレイカは、ミスティーンプエルトリコで、第2位に入賞した経験があり、その後ミスプエルトリコのタイトルを獲得した。2006年7月23日に、 米ロサンゼルスのシュラインオーディトリアムで開催されたミスユニバース世界大会で2001年以来5年ぶり5人目のプエルトリコ人ミスユニバースとなった。監修にも大人気を博した日本代表、千葉ナクララを振り切っての受賞で受賞当時18歳という年齢はミスユニバース史上最年少体である。受賞後、 ドレスの重みと会場の熱気により倒れてしまい、担ぎ出されるというハプニングもあった。それまでの4人のプエルトリコ出身ミスユニバースは、全員ヨーロッパ系であったのに対して、スレイカは初の根血であった。また、プエルトリコは、世界大会において2004年、2005年、2006年と3年、連続でトップ5を輩出した。2006年は7月23日、 2007年は5月28日に世界大会が行われたため、彼女のミス在任期間は10ヶ月弱となり、ミスユニバース市場でもかなり短い在任期間となった。在任期間中は優勝コマもない7月31日から8月3日頃に日本を訪れ、千葉なクララと買い物を楽しんだり、ミスユニバースの王冠を製造している三木本を訪問したり、浴衣姿で、 小池環境省と打ち水をするなどした。他に、インドネシア、ギリシャ、カザフスタン、インド、ロシア、チェコ、タイ、ブラジルを訪問し、各地のミスコンテストに参加したり、エイズ啓発活動、検査などのチャリティ活動に参加するなどした。ありがとうございます。